永禄8年、京では時の将軍が三好三人衆や松永久秀に討たれる事件が起きる。乱世が混迷を極める一方で、織田信長は稲葉山城を攻略して斎藤義辰を討ち取り、ついに美濃を制圧。本拠を稲葉山城に移して岐阜城と改めた信長は、天下一新の志を掲げて上洛を目指すこととなる。上洛戦の初手として信長は北近江の浅井家と越前の名家朝倉家に協力を要請した。しかし両家からの返答はなく、しびれを切らした信長は近江への侵攻を決めたのだった。信長編第三章、天かける北近江の戦い。いよいよ上洛戦だな。近江の浅井っつったか、軽くぶっ潰してやろうぜ。俊家、何度言ったら分かるんだ。潰すんじゃない、力を見せつけて従わせるんだ。浅井家は越前の朝倉家ともつながりが深い。味方につけておくに越したことはない。うん、私も戦って敵を減らすやり方よりも盟約を結んで味方を増やす方がいいと思うな。それに浅井家の当主長政という男は、義理がたい上になかなか気骨のある若武者だとか。この戦がうまくいけば上洛が一気に近づく。皆心して臨め。みんな張り切っているようね。私も一緒に行っていいかしら。まあ、お前を縛るものはもう何もない。共に戦うならいずれ京の都も見られるだろう。半兵衛、いよいよ信長様が上洛に向けて動くぞ。ここでまた大手柄をあげりゃ、いずれオイラも一国一城の主くらいにゃなり上がれるかもしれねえ。へえ、一国一城でいいんだ。秀吉って意外と夢が小さいんだね。なんだと？もちろん一国一城じゃ終わらねえ。百万石の大大名にだってなってやるよ。そうそう、夢は大きくね。じゃないと僕も力の貸しがいがないし。おーや、一緒にでっかい夢を叶えようじゃねえか。ってことで次の戦も頼むぞ、半兵衛。うん、頑張るよ。秀吉が目いっぱい成り上がれるようにね。俺のやり方見せてやろう。この戦で俺たちの力を浅井勢に示す。目指すは小谷城本丸にいる長政だ。進め。来たな、織田信長。みんな落ちなよ。じきに朝倉の援軍が来てくれるはずだ。
怪しい動きをしてる人たちがいるな。早めに倒しておくのが上策かも。あの砦が手薄みたい。あそこを奪っちゃえば本丸を攻める足がかりにできそうだ。さすが半兵衛、よう見抜いたな。次はあの砦を狙うぞ。開門。織田勢が攻めてきたぞ。砦を守れ。うん、怪しい動きは封じられたみたい。くそ、伏兵を仕込むつもりがどうやら看破されたようだな。まもなく出撃だ。準備を急げ。味方の進路を邪魔されないように浅井勢の動きに注意しておこう。長政の協力なくして上洛はならん。この戦で力を見せつけ従わせるのだ。今川斎藤を破った男か。どれほどのもんか楽しみだぜ。突出するか。ならば撃つ。これで次の策を打てるよ。東砦に味方の援軍を呼び込むとしよう。南側から攻めるのみでは本丸を破るのは難しかろうな。よし、俺は本隊を率いて西側へ回る。残る者たちはこのまま南側より攻め続けよう。承知。オイラたちにお任せくだされ。敗北条件変更。織田勢はこの砦にて食い止める。開門。ただいま着陣いたした。我らも加勢しようぞ。うん、我が策なれりだ。うまく援軍を呼び込めたみたい。近づいてきたか。蹴散らしてやるわ。出るぞ。開門。ほう、威勢のいい将が出てきたな。だが俺の邪魔はさせん。兵糧は戦の要、わしが守らねば。京極丸で敵を食い止めれば義景様も安心のはず。よし、やるぞ。開門。邪魔者は失せた。進軍を続けよう。織田勢を通してはならぬぞ。覚悟せい。手触りだ。敵は南側から攻められるのを嫌がって増援を送り込むはず。準備しておかないとね。退けたようだな。このまま敵本丸を目指そう。西に回った味方も頑張ってるみてえだな。オイラたちも負けてられねえぞ。
止めようとて無駄よ。じきに吉影様が来てくれるはず。それまで敵を本丸に近づけたくねえな。よし、南側の織田勢を押し返せ。敵の増援がこっちに向かってるみてえだな。さて、どうしてやろうか。壊してくれる。帰れよ。うむ、これで進めるな。先を急ぐぞ。南側の敵を押し返すぞ。かかれ。今だ。鉄砲隊、お願い。抜かりねえな、半兵衛。オイラが見込んだ通りだ。南側の敵勢もなかなか手強そうだな。兄様、私も戦うよ。浅井の大将を倒せばいいんだよね。来たな。ここは通さないぞ。厄介そうなのがいるな。長政と戦う前にあいつを倒しておかねばなるまい。そこのお前やられろ。敵将撃ち取ったぞ。信長様の前に敵はいねえな。目障りだ。これで本丸まであと少し。鹿之助が敗走したのか。ならば俺が食い止めれば。お待ちくだされ殿。父に飛び込むような真似はお控えあれ。お前は信長殿。久しいな、息災だな。人の言葉を皆まで聞かず未だうつけか。そういうお前こそ相変わらずの石頭だな。お前は、俺がやる。開門。久々の対決だ。俺を楽しませろ、光秀。望むところ必ずや勝利を収めてみせる。利光か、相変わらず愛想のない顔だ。それがしに愛想など無用に。参る。楽しめたぞ、光秀。ことが済んだらゆるりと語らいたいものだ。皆狂っているようですね。私も今できることをなさねば。ようやく吉影様が来てくれたか。よし、ここからが勝負だ。勝利条件変更。吉影様、俺は信長と直に戦ってみたい。手を貸してもらえますか。では長政殿は信長の元へどうぞ。南側の敵は私たちが抑えておきましょう。開門。長政が自ら出てきたか。好都合だ。相手になってやる。この信長こそが天下無双よ。朝倉のお殿様のお出ましみたいだね。つまり、よっしゃ、やったるぞ。織田信長、あんたがどれほどの男か見せてもらおうじゃねえか。お前が浅井長政だ。よかろう。信長の器を測ってみよう。壊してくれ。あなた、手加減してくれているの。浅井の大将はつい
分お優しいのね。なんだと、嫌味のつもりか。可愛げのねお姫様だな。時が惜しい。すぐに決着をつけてやろう。さすがだな信長。だが勝負はこれからだ。あんたも全力で来い。ここで果てるわけには。壊してくれる。長政、ここまでだ。潔く負けを認めてもらおう。さあ、こうもやられちゃ認めるしかねえ。あんたの勝ちだ。お強い兄様、私も続きます。この俺を止めようとて無駄よ。俺をうつけと侮ったか。かなう相手ではなかったか。この俺を止めようとて無駄よ。とて無駄よ。壊してくれる。敵将討ち取ったぞ。力及ばずか。これは見事なお手並み。聞かせていただこう。この俺を止めようとて無駄よ。やり方が強引ではありませんか。仕方なかろう。強引に押し入らねば話が進まぬのでな。俺をうつけとは侮ったか。意地は見せたわ。もうよかろう。さすがです。僕も頑張らないと。敵将、討ち取ったぞ。聞かせていただこう。出撃前に織田勢に見つかるとは。敵の出撃は防げたようだ。よっしゃ、この勢いで攻め進むぞ。相手ではなかったか。なんと見事な。
耐えきれん。聞かせてもらう。目障りだ。俺たちの力十分に示すことができた。これで上洛への道が開けよう。信長、負けは認めるが一つ聞かせてくれ。あんたはなんで上洛を目指すんだ。乱世の断りを壊し天下一新をなす。そのためだ。天下一新か、いい響きだな。その野望俺にも協力させてくれねえか。ただし朝倉には手を出さないでくれ。あそこと俺の家とは古い付き合いなんだ。よかろう。ではこの盟約を確かなものとしたい。例えば当家と縁組を結ぶのはどうだ。兄様、それは私が浅井家に嫁ぐということ。急にそんな。姫様にそんな顔をされたら俺も即答はできねえな。この話はまた次の機会とさせてくれ。ならば一、次の戦で長政の勇姿をよく見ておけ。縁談の話はその後でまた考えるとしよう。うん、わかった。光秀、久しいな。すでに浅井との盟約はなった。もう朝倉も我らの敵ではない。安心しろ。信長殿、あなたは今天下一新を掲げて上洛を目指していると聞いた。天下一新とは。ああ、俺は乱世の断りに抗えず大事な弟に死を命じた。その時誓いを立てたのだ。大切なものすら守れぬこの乱世を壊し尽くし天下を一から作り直すと。上洛はその過程に過ぎん。そうか、信長殿、俺も乱世を憎む者の一人だ。俺の正しきを貫くため共に戦わせてほしい。いつかまたお前と共に歩める日が来ると思っていた。歓迎しよう。後ろの者たちも一緒か。それがしは明智家に仕える身ゆえ、殿が織田に参じるならば共に行くのみ。俺も光秀と一緒に行くよ。もし上洛がなれば尼子最高にも近づけそうだ。信長殿、この者は山中鹿之助という、出雲尼子家の旧臣で主家再興を志す者だ。そうか、いい面構えをしているな。利光も鹿之助も光秀を支えてやるといい。はい、信長様よろしく頼みます。なあ、いらっしゃい。またのお越しを。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。なあ、いらっしゃい。
またのお越しを。いらっしゃい。ありがとうございました。馬の調子はいかがですか。またお世話させてくださいね。浅井長政は信長の大志に共感して協力を約し、信長は上洛に向けて大きな一歩を踏み出した。また美濃を追われた後、朝倉家の客商となっていた明智光秀と再会を果たし、織田家に迎え入れる。その光秀の仲介により、信長は将軍家に仕える三淵富士秀と会見することとなった。観音寺城の戦い。信長殿、お初にお目にかかる。足利将軍家奉公衆、三淵富士秀と申す。おう。足利義輝公が三好松永に討たれて以降、京に将軍は不在であると聞くが。その義輝公の実弟足利義昭様が今は越前にあって京への帰還を望まれている。で、義昭殿が次の将軍になるためにこの俺に手を貸せと。義昭様が共にあれば上洛の大義も立ち、京にいる三好勢を逆賊として討てる。さらには信長殿の上洛戦に将軍家を助けんとする大名の助力も期待できよう。なるほどな。拒む理由もあるまい。この信長が義昭殿を京へとお連れしよう。いよいよ京へ向けて出陣か。天下一新を成すための戦、腕が鳴るぜ。南近江の六角勢は手ごわかろうが、長政がいるならばどうにかなろう。ああ、敵は甲賀の忍びどもを味方につけてるし、京を牛耳る三好三人衆も出てくるかもしれねえが、俺たちなら勝てる。それくらいでひるんでたら天下一新なんて夢のまた夢だろ。ひゃー、こりゃまた頼もしい味方を得たもんですね。まったくだ。おかげで俺も気合入ってきた。信長様、長政殿、今日まで一気に駆け抜けようぜ。俺の戦を見せてやる。よし、俺の出番だな。
今日は目前、六角と三好を破り上洛を果たす。まずは観音寺城周辺の市場を落とせ。私の帰郷を阻む者どもがまだこんなにも。大義は俺たちにある。邪魔する者は堂々打ち払って進むのみだ。義景様の下で磨いたこの腕、今こそ発揮せねば。義明殿、将軍家のことは我らに任せ、ここでおとなしゅう討ち死になされい。これが俺のやり方だ。悔しいが、ここまでか。敵は義明殿に戦力を集中させるつもりか。何としても守り抜かねばな。終わりの成り上がりが調子に乗りおって、今日滑る三好の力思い知らせてくれる。この天下を支えてきたのは三好と六角。貴様ら下船の輩の出る幕ではないわ。よく吠える犬は叩き伏せて黙らせるほかあるまい。見上げたものだな。卑怯者の三好や六角に都を任せられるかよ。これからは信長様の時代だ。あの人すごく張り切ってるみたいだけど大丈夫かな。地ならしはこの程度でよかろう。全軍観音寺城へ向けて進め。足利義明様ご帰郷を助けんがため、上杉謙信推参。おお、越後の竜が加勢してくれるとは。和田山城の守りは固いようだ。先に三つくり城を落として南より揺さぶるか。小次郎を落とすなんざ伊賀の忍びにとっちゃ造作もねえ。ようやっとオイラたちの出番だな。一気に三つくり城を落とすぞ。光秀、別動隊を率いて三つくり城を落とせ。分かった、任せてくれ。俺たちの術にかかりゃ縄文なんざあってねえようなもんだ。開門。何？誰が城の門を開けたのだ。気は満ちたようだ。今こそ三つくり城を落とす。敵襲か。城は渡さんぞ。どうやら織田勢も忍びを飼っているようだな。忍びには忍びを。大賀者を出せ。あいつだ。準備しろ。ようやくか。待ちくたびれたぜ。Huh?
気づけだよ、景気づけ。なんだ、急に霧が。敵はそこか。何をする。俺は味方だぞ。妙だな、敵の仕掛けた術か。この辺りにいる一番偉そうなやつを撃てばいいんだよな。行くぜ。甲賀者の仕業だったか。急ぎ義明殿を救わねばなるまい。まやかしとは呼尺な。義明様をお守りせねば。あんた織田信長だろ。会いたかったぜ親父。なんだお前は。大賀者であろう、邪魔だてはさせんぞ。俺は誰と戦っていたのだろう。六角、いや敵は織田だったか。甲賀者の術が兵を惑わせているようだ。一刻も早く手を打たねばならんな。敵だ。よし、ぶっ飛ばす。終わらせる。撃つべき仇は信長。俺から逃げられると思ったか。悔しいが、ここまでか。良い働きだ。一層励めよ。力及ばずか。ここは引くほかあるまい。やってやる。織田は敵だ。倒せ。やっぱ強えな。甲さんだ、甲さん。織田に下るからよろしくな。あっさり負けを認めたか。何者か知らんが捕らえておけ。月のバカ、何を考えてやがる。仕方ねえ、任務は俺が片付けるか。帰ろう。味方の混乱はあの忍びの仕業だ。やつを撃ち、術を止めるのだ。絶対に倒せん。突っ込むアホが一匹。敵は観音寺城に迫る勢いか。三好と蒲生に進軍の合図を出せ。開門。敵は連携して迎え撃つ構えらしい。ならばこちらは二手に分かれて当たるか。
来ていたんだ。絶対に倒せ。うりゃ。敵将、この浅井長政が討ち取った。自らご活躍とは恐れ入りますな。これで和田山城を攻めやすくなったな。まずは味方の援軍を呼ぼう。滝川和正、ただいま着陣。これより信長様の城攻めに加わりますと。俺の出番か。敵の戦意をくじくなら今が好機だ。三つくり城に織田の旗印を掲げ、せつけよ。三つくり城に織田の旗印が立ったなど。じゃあ北から来るのではなかったのか。我ら三好一党こそが乱世の覇者よ。織田も浅井も敵ではないわ。三つくり城を奪還しろ。南に戦力を投入するのだ。開門。歩く。光秀の企てに釣られて敵が出てきたな。この機を逃すな。和田山城を落とせ。よし、この辺りの敵は倒したぜ。連中の結束も大したことねえな。六角に我望あり。織田勢ごとき押し返してくれる。これが俺のやり方だ。フルはなんだか。そこまでだ。和田山城は誰にも渡さん。六角をしのぐと言われたガモもこの程度ならば、義方も恐れるに足らんな。任せろ。単身参るか、愚か者め。終わらせる。攻勢に出たか。よし、俺たちも続くぞ。遅れるなよ。あんなにハツラツとした顔をして、多分まっすぐな人なんだろうな。長政のやつ、生意気な。門を開けよ。俺が返り討ちにしてやる。開門。は己
取りであったか。だいぶ出遅れたが、この和田山城より敵を打ち払うぞ。和田山城は俺たちの手に落ちた。織田の旗印を掲げろ。六角は何をしている。大が忍びでも何でも使って敵を追い払わぬか。来たな六角。みんなこの機を逃すな。カズージ、もう一度機械をやる。うまくやればお前の相棒の失態は目をつぶってやる。承知。決まった。我に組みする者は皆信長に向けて進軍せよ。俺から逃げられると思ったか。親父の戦ぶりはやっぱすげえな。俺もこうしちゃいられねえぜ。噂通りの強さだな。それでこそ俺の親父だぜ。お前何か勘違いをしているらしいが。敵将やってやったぞ。耐えきれん、引かせてもらう。俺の出番か。へえ、気合入ってんな。まだまだ、こんなもんじゃねえ。これが俺のやり方だ。勢いのまま観音寺城までかけるぞ。俺から逃げられると思ったか。力及ばずか。自らご活躍とは恐れ入りますな。城を取り返したいんだろうが、そうはいかねえってな。
ていただこう。見事、さらに精進せよ。ここまでか。良い働きだ。一層励めよ。どんなもんじゃ。敵将、この浅井長政が討ち取った。力及ばずか。これが俺のやり方だ。任せろ。叶う相手ではなかったか。お見事にござった。地上は我らが制した。もはや今日に達したも同然。時をあげよう。これで天下正室とはいかないだろうが。ああ、是非に及ばずだ。
信長様、こいつがわかるか。異能での戦いの後、俺が預かったあの赤ん坊だ。そういうことか。あんた、俺の親父なんだろ。いつか会えると思ってたんだ。違う。またまた照れちゃって。あ、俺を娘とは認められねえ事情があるんだな。まあいいや、別に俺は姫様になりたいわけじゃねえ。忍びの技で親父の役に立ってやろうと思ってよ。はあ、光秀、この娘の面倒はお前に任せる。俺が？いきさつを聞く限り、利家殿が適任では。待たずに小娘の世話などできると思うか？だな。光秀、頼んだぜ。わかった、預かろう。